皆さん、デスソースってありますよね。ありますね。もうあちらのデスソースがね、とんでもない商品になってしまいました。なんでしょう。はい、今回紹介するのは、こちら、ディディン、デスソースカレー。こいつはやばいぞ、みんな。もう多分、もう日本で売られてるカレーで、なんなら一番辛いんじゃない疑惑だよね。間違いない。だって見てください。日本で売られてる一番辛いデスソース。これがこの青いデスソースなんですよ。そのカレーでございます。だから言ってしまえば、これはもう日本一辛いカレーなんですよ。もう今回は、勝負。二人で食べるのはおかしい。もう、もしかして俺入院、運ばれる可能性あるから、病院に。一人がね。そう、一人してた方がいいんですよ。なんで今回は勝負をして負けた方がどっちかがこれを食べたいと思います。じゃあ、今回ゲームに使う商品はこちら、ディディ YouTuber のホーム。私ね、今月号発売に載ってるんですけども、宣伝はいいんですよ。今からやるゲームはですね、今からお互いに何ページかを指定して、俺が50ページって言ったら、マー君は50ページに近いところをバッて開くの。で、近かった方が勝ち。オッケーオッケー、分かった分かった。ということで早速、やっていこう。最初はグルー、ジャケポイ。はい、この勝負。じゃあ俺先行ね。じゃあ30ページ。30ページを開いてください。オッケー。ゴーシャン !29! おぉ、すげえ、やばい、映ってるかな、これ分かるかな。俺すごくない？え、じゃあ何、俺もう1ビンゴじゃないと勝てないマジかよ。すごくない？まあでも、あの奇跡を起こす男ですから。今までそれで生きてきたから。それで今まで生きてきたら、何ページ？じゃあね、75。ゴーシュン。何ページだったっけ？75。79ページ。じゃあこちら早速作りに行きましょうか。ちょっと待って。なんだよ。ちょっと待って。なんでよ。俺は負けた時用に秘策を考えてやる。はい、こちらデリン、デスソースも用意しました。ちょっと今から取引聞いてもらっていいですか。まあちょっと聞くだけは聞こう。もう一勝負してほしいんですよ、僕は。で、今からもう一勝負して、マー君がもし勝ったら、もうデスソース、これ、このカレーに突き穴きっかけでいいです。で、俺が勝ったらもう一試合、あ、チャラにして、そうそう、もう一試合ってことね。どうよ。いや、これ食べよう。嘘だよ。絵的に面白いぞ、デスソース。そうだな、デスソース入ってる。これにデスソースをかけ放題ってことでしょ。やばい、かけ放題。やってやりましょう。やりましょう。絶対食わせてやる。はい、ということで数字を言ってください。78ページで。78ページで。ゴーシュン。83。78。やべえ、ほら、5ページ差です。よし、いけるぞ。じゃあ数字お願いします。真ん中いきます。50。ゴーシュン。ほら、作っていこう。作っていこう。マジか、やばいって。しゃあ、はい、ということで今作ってきました。とりあえずこちらですね、佐藤のご飯とこちらカレー温めてきました。空気満々だね。5分茹でてきました。色とか気になるね。どう？お、あ、美味しそうな匂い。匂い美味しそうですね。あ、美味しそうじゃん。お、美味しそうじゃん。でもなんかさ、入ってんね、黒いのが。全部こちらですね、かけました。こっからはね、マー君タイムです。じゃあこれいきますよ。はい、どうぞ。ちょちょちょ、これいいですかね。半分ぐらいは。ちょ、やばいって。これこれね、ガチ、これやばいだろ。これやばい。これ、いやちょっと、混ぜましょう。混ぜよ。これ、いや、匂いえぐいな、これ。うわぁ、怖い怖い怖い。耳の奥が、耳が来たの。鼻の奥がまあまあいって。でもカレーだからいけるんだよね。いけないですよ。いけないですか。いいですか、もうなみなみ。うわ、こんなに。いきます。はい、おいしいと思う。おいしいですよ。3、2、1。ゴーシュン。ん、じゃがいも食った。おお、いくの。ダメ、もう買う、買うぞ。やばい。ああ、ガスガス、水うわっ、出す出す、全部出す。うがいしろ、うがい。
ましょう。やばいっすか、まあ、本当にうまい。何ですか、本当にやばい。こんな痛いと思わなかった。こんなに痛い、もう味とかじゃない。じゃあ皆さん見てください、壁までカレー吹き飛ばしてますね。マジやばい。もう15分ぐらい下いたもんね、さっきね。うん、あれよく治んないんで、これもうしばらく、うん、このまま終わりましょう。終わりましょう。お前らもう絶対終わりくんなよ。危ない危ない、マジで危ない。はい、ということで他にも動画たくさんあるんで、関連動画で僕のチャンネルからぜひ他の動画を見てください。この動画の感覚をお願いします。ではまた会いましょう。またな。タオル君、タオル君。